どうぞよろしくお願いします。トーククラブの企画委員の中井と申します。よろしくご協力お願いいたします。それではしてますので、なるべく簡潔にですねご質問いただきたいと思います。日本が一つの中国という、そういう基本方針というものを打ち出して日中国交正常化が行われたということはご承知の通りでありまして、その政策にいささかの変更もございません。逆に台湾が時として独立運動とでも言いましょうか、そういうような動きをしてすることもあります。そういうものに対してはむしろ日本はアメリカと一緒になって、そういう動きはやっぱり控えになった方が、この中台関係、台湾環境海峡の安全のために、平和のためによろしいんじゃないでしょうか。自制を求める、中国に対してもまた同様の自制を求めると、まあ、こういうスタンスでいるわけですから、そこの姿勢については全く変わりがありません。昨日日本国政府は中国政府に対して認める方針であるということを伝達をいたしました。それは元どれだけ偉い方であったかは別にして、今や一市民である方が観光目的で来られるということについて、これを断る理由がないという非常に単純な理由であります。具体的に動き出さなきゃならない。日本でもですね、私は豪州、ニュージーランドも入れたらいいと思うんで、パシフィックラットと呼んでおりますけど、そういう官僚がやらなきゃならない。ところが日本の官僚はですね、誰一人として、この人権の問題という意味では国際的な広がりがありますけれども、しかし当面日本の問題だということになると、やはり世界レベルで、あるいはこの北東アジアレベルで言うならば、やはり核の問題、北朝鮮の核とミサイルの問題ということは、それはまさに6者協議という場があるようにですね、これはより大きな、そのどっちが重いとか軽いとかいう意味ではなくて、より関係する国々が多い、幅広い問題としてあるということだろうと思います。果たして北朝鮮の核がどこまで開発が進んでいるのか、まあ、いろんな説があってまだ確たることは申し上げることはできませんけれども、しかし私どもとしてはですね、この6者協議もできるだけ早く再開をさせたいと、いろんなこれも外交努力をやっているところでございます。ありがとうございました。はい。